はい、どうもチールです。今回はですね、ちょっと右の画面見ていただくと分かると思うんですが、自分、やっと、ダークマター迷彩を入手することができました。で、今回の動画なんですけれども、ダークマター迷彩を目指すにあたって、参考までに自分はこういう風にやってみたんですけれども、今ダークマター迷彩目指して頑張っている方がいたら、参考までに、こういうやり方をしてみると結構楽かもしれませんよっていう、こう参考動画を撮影したいと思います。一つ一つ、説明していくと結構長くなってしまうので、ざっくりになってしまうんですけれども、こういう、この迷彩はこの、なんだ、ゲームモードで、このゲームモードだと、こういうパークだとかアタッチメントだとかっていうのを、ご紹介していきたいと思います。あくまで参考です。絶対これがいいというわけではありませんので、参考程度に、ご視聴いただけたらなと思います。はい。で、まず、ダークマター迷彩なんですけれども、ほとんどの方がご存知だと思うんですけれども、全武器のダイヤモンド迷彩を入手するとダークマターが、獲得することが、ダークマター迷彩を獲得することができます。はい、すべての、ダイヤモンド迷彩です。SMG、AR、ショットガン、ライトマシンガン、SR、ハンドガン、ランチャー、ナイフ、はい、すべてです。こちらを出すと、ダークマターを、ゲットすることができます。はい。で、どのモードがおすすめかっていうんですけれども、基本的に、よいしょ、このなんだろう、ポーリシア、こちらの迷彩までは基本的にですよ、基本的にハードコアキルコンファウンドがおすすめです。はい。なぜかというと、まず一つが、キル数をっていうのが一つ、つまり、ヘッドショットを狙える回数が増える。はい。で、もう一つが、一つ目、同じような感じなんですけれども、ヘッドショット数が、他のハードコアに比べて多く取れます。いろんなモードハードコアに行ってみての感想で、もう一つが、レベルが上がりやすいです。はい、ものすごくレベルが上がりやすいです。経験値がハードコアキルコンものすごく美味しいです。なので、ハードコアキルコンがおすすめです。基本的にどの、武器でもポーリシャーまでは、はい、例外はあるんですけれども、基本的にはポーリシャーまではハードコアキルコンで問題ないと思います。こちらでヘッドショットを狙ってください。一発です。はい。で、他のポーリシャーまで出すと、この5つ、読み方はよく分からないんですけれども、アルデントからカメレオンまで、こちらは、解除されて進めることができます。で、この5つをそれぞれ一個一個進めていこう行かなきゃいけないのかなとかいうことはありません。基本的に2つ進めていれば終わります。1つがこのバーントっていうアタッチメントなしの SMG で50キルを、これをして、これと、ブリスっていうのかな、このお花の迷彩、この2つを進めていると、この3つは終わほぼ終わってます。終わっていることが多いです、この3つ。どれか1つ、例えば死なずに5キルがちょっと進んでないなとかっていうのはあるかもしれないんですけれども、基本的に終わっています。はい。すいません、ゲームモードは、普通のコアのチームデスマッチ、キルコンファームド、ドミネーションで構いません。多分その方が戦いやすいです。はい、こちらの5つに限っては。なので、ポーリシアまではハードコアキルコン、他の5つは、コアの、とにかくキルを、稼げるゲームモードに行ってください。自分が一番キルが稼げるなっていうゲームモードに行ってください。そうすると、終わっていることが多いですね。狙うのはバーントとブリス、こ
こちらを進めてください。そうするとこの3つは進んでいます。で、ちょっとあぶれちゃったやつは、まあ、個別にこれだけじゃあパパッと、リベンジやってくるかと、まあ、リベンジやってくるかなんて多分やらなくて大丈夫でですね、管を使っていればいつの間にか終わっています。はい、M2 キルもいつの間にか終わってます。はい、死なずに5キルも、終わってます。つまり UAV を出せば終わるんです。はい、1回進みます。はい、AR もですね、AR も、ポーリシャーまで、ハードコアキルコンに行ってください。で、この5つは、コアの自分が一番キル稼げる、キルを稼げる ゲームモードに行ってください。そしたら、終わります。進めるのはバーントとブリス。こちらを進めていれば終わっていることが多いです。ただ、ちょっと AR に限っては SMG と違って、このアルデントというこの黒と赤の、迷彩が、ロングショットなんですよ。 SMG はリベンジ、 AR はロングショットで、こちらちょっと、おすすめなんですけれども、まあ、これだけ残ることが結構多いんです、ね、多かったです、自分やってみて。で、これに限ってはもう一度ハードコアに行った方がいいかもしれません。で、ハードコアで、ロングショットを取るんですけれども、アタッチメントにサイレンサーをつけてみてください。そうすると、サイレンサーをつけることで、銃の射程が縮むんですね。そうするとロングショットの範囲が広がって、普段ロングショットじゃないところがロングショットになることがあります。なのでハードコア、キルコンで、ロングショットサイレンサーをつけた AR でロングショットを取ることをおすすめします。残っちゃった場合は、はい、はい。で、続いて、ショットガンなんですけれども、ショットガン4つあるうちの、こちらの真ん中2つ、025ブレッシーとヘイメーカーに限っては、他の2つはちょっとまた別、後々、ご説明しますが、この2つはハードコアキルコンに行ってください。なぜかというと、ヘッドショットを取らなきゃいけないからですね。はい、他の2つ、KRM とアーガスはワンショットなんですけれども、ブレッシーとヘイメーカーはヘッドショットです。で、コアの、ゲームモードでヘッドショット、この2つヘッドショット取ろうとするとなかなか難しいです。なので、ハードコアのキルコンに行って、ヘッドショットを狙ってください。はい、で、他の、先ほど言った SMG やると同じようにポーリシアまで終わったら、こちらのバーントとブリスをコアで自分が一番キルが稼げるゲームモードで進めてください。そうしているとこちらの3つは終わっています。終わっていることが多いです。狙いに行く必要はないと思います。はい、ヘイメーカーも同じですね。ポーリシアまでハードコアキルコンと、でコアでバーントとブリスを狙ってください。そうするとこの3つは終わっていることが多いです。ほとんど終わっています。狙いに行く必要はありません。続いて LMG ですね。 LMG も同じです。ポーリシアまで、ダークマターじゃなかったな、ポーリシアまでハードコアキルコンでヘッドを狙ってください。そして、コアの自分が一番キルが稼げるゲームモードでバーントとブリスを、狙ってください。はい、全て4つ全部です。同じ、やり方で、やり方だと効率が良かったです、自分は。で SR なんですけれども、 SR の4つあるうちドレイコンだけは、ハードコアのキルコンが、キルコンファーム度がおすすめです。ワンショットワンキルなので、ドレイコンって2発キルじゃないですか、コアだと。コアの、ゲームモードだと2発キルなので、まあ、ヘッドだったり、ダメージ入ってた敵だったら1発で死んでくれるんですけれども、全然ダメージを食らっていない敵に当てたところで1発では死んでくれないのでハードコアがおすすめです。1発で死にます。はい、その他この5つは、
先ほどの銃たちと同じでコアの自分が一番キルが稼げるゲームモードに行ってください。バーントとブリスを、狙っていれば他の3つは終わっています。はい、そして、ハンドガンですね。ハンドガン、こちらもハードコアの、キルコンファームドに行ってヘッドを狙ってください。近距離だと1発かな。でちょっと中距離ぐらいだと2発ぐらいになってくるんですけれども、だいぶコアよりは狙いやすい、狙いやすいというか稼ぎやすいですね。ハードコアキルコンがおすすめです。はい、こちらも同じようにノンアタと、こちらはパークなしですね。ハンドガンに限ってはブリスはパークなしをやってもらえればいいかなと思います。つまり、アタッチメントとパークなし、つまり 銃と、リーサルとタクティカルを持っていけば、正直ここはこの2つ、つかこの4つですね、あ、ごめんなさい、5つか、5つ全部終わります。はい、銃を、ハンドガン1個持って、リーサル2つ、タクティカル2つを持っていけばこの5つ全て進められます。ただちょっと自分やってみた感じ、進みが結構悪かったというか、なんだろうな、なかなかちょっとうまくいかない時が多かったですね。なので分けてやった方がいいかもしれません。そんなのいいよってめんどくさいし、さっさと進めたいからっていう人は、ノンワタノーパークでやってもらって構いません。上級者の方は、プレイが上手い方は、全然パークアタッチメントつけていかなくても問題ないと思います。はい、で次からが、基本的にコアの、モードで稼ぎやすかったものですね。ショットガンの KRM とアルガスなんですが、先ほどの、ブレッシーとヘイメーカーと違って、こちらはポーリシアは、ワンショットキルなので、まあ、使っていれば終わります。はい、使っていれば終わります。使っては終わるので、あとは、先ほどと同じように、バーンとブリスを進めていれば他3つは終わります。なので、KRM とアルガスに限っては全て、コアの自分が一番キルが稼げるゲームモードに行ってもらえれば、使っていれば終わります。はい、なのでここら辺は特に難しいことはないですね。で、次 SR の、ドレイコン以外の3つ、まあ、こちらも、全てコアで、迷彩解除が可能ですね。ポーリシャーまでワンショットキルなので、まあ、チームデスマッチなりキルコンだったり、まあ、ドミネーションはどうなんですかね。 SR でドミネーションっていうのもなかなか、なんていうんですかね、自分はドミネーションで SR 使わないんですけど、まあ、ファン目が来るかもしれないですね。はい、まあ、なので自分 SR はチーデスでやってましたね。自分はチームデスマッチでやってました。はい、同じですね、バーントとブリスを使っていれば終わります。はい、使っていればというか、を狙えば、終わります。他の3つ、はい、で次、ランチャーですね。ランチャーポーリシャーまでは、キルストリーク100個破壊すれば終わります。なので、ドミネーション、コアのドミネーションに行ってもらって、まあ、コアじゃなくても別にいいですね。まあ、例えばメインでサブマやりつつランチャーを進めたいなって時は、まあ、全てのゲームモードにランチャー持ってって UAV 飛んで、UAV なりカウンター UAV なりが、出ていればそれを撃ち落とせば進むので、ポリシャーはまでは簡単です。はい、で、この XM53 なんですけれども、このアルデントという迷彩が、敵に直接当ててキルス
50回があるので、まあドミネーション、自分おすすめしたいのは、コアのドミネーションのコンバインの B 旗、にバンバン打ち込めば終わりました、自分は。はい、なので、まあ、特に、まあ、時間かかると思うんですけれども、まあ、積み重ねていけば簡単に終わります、はい、ドミネーション、まあ、バーンと、まあ、特に難しいことはないですよね。1ゲーム中に、キルストリーク5個破壊なので、まあ、ドミネーションいってれば簡単に終わるかなと思います。まあ、ブリスも同じですね、2連続なので、敵有複数 UAV をがどうちゃらっていうアナウンスが流れたら打ってばいいだけです。で、ちょっとめんどくさいのが、ランチャーでめんどくさいのが、このバトルと、カメレオン、この2つかなと思っています。特にバトル、カメレオンは、強化セントリー、ガーディアン、まあ、パワーセル出す人ほとんどいないんですけれども、ガーディアン強化セントリーなら、コアのドミネーションに行けば敵バンバン出すことが多いですね。自分も、キルストリークは強化セントリー積んでいるので普段なので、コアのドミネーションに行っていれば、進みます。はい、まあでも、積んでる人がで、その部屋を変えた方がいいかもしれません。同じ部屋でやってても意味がないので。で、問題はこのバトルなんですけれども、こちら、タロンとケルベレス、これ積んでる人なかなかいないんですよね。で、言うて、この2つ結構高キル、ん、高スコアキルストリーク、まあ、かなりキルしないと出てこないじゃないですか。なので、こちらは、ちょっと自分のフレンドの中で強い人と一緒にコアのドミネーションに行ってゲームを操作した方がいいかなと思いました。強い人ならね、例えば前半、敵に旗バンバン取らせて、スコアを、出させて、稼がせて、タロン、ケルベロスを出させると。で、それをキルする。で、試合に負けたくないから、後半はガチでやって勝つっていう、まあ、そういう操作ができるフレンドを、連れて一緒にパーティーを組んで連れて行っていくといいかもしれません。自分はそうしていました。はい、なので、まあ、ちょっとこのバトルだけは、ノラだとちょっと難しいかもしれません。まあ、ハードコアのキルコンでも、たまにタロンとか出す人いるので、まあ、っていうとこですね。はい、ここはちょっと敵がキルストリークを積んでいるか積んでいないかがちょっと左右してくるので何とも言えないんですけれども、まあ、タロン、ケルベロスは、コアの方が、多分コアドミネの方が出してくれる人が多いんじゃないでしょうか。はい、強い、人フレンドと一緒に行くことをおすすめします。はい、はい、次ブラックセル、ランチャーですね。こちらも、同じですね、ポーリシアまで100回破壊すればいいです。で、XM と違ってこちらは、アルデント、20秒以内に5機を、破壊しなさいと、まあ、空中ストリークなので、UAV 出たったら破壊すれば進みます。はい、あと他も同じですね、頑張ってください。で、次にナイフ、ナイフはですね、ボーリシャーまで200キル、です。200キルすごい程遠いなと思う人が多分多いと思います。200キルもしなきゃいけないのかよ、めんどくせえよっていう人もいると思うんですけれども、自分も最初そうだったんですけれども、実はそんなんでもなかったですね。おすすめのゲームモードとしては、フリーフォーオール、はい、キルがね稼げます、かなり。まあ、なんて言うんだろうな、チームデスマッチ、結局チームデスマッチって、1チーム75点しか、75人しかキルできないんですよ。
で、大抵ナイフ使ってると、他のフルオート銃と比べてバンバンキルができるわけではないので、大抵10キル前後が限界かなっていうところですね。はい。で、まあ、ドミニは、まあ、どうなんですかね、まあ、キルはできるかもしれないんですけれども、ドミネでナイフかっていうところですね。はい。まあ、ちょっとそこら辺、いや別にいいよっていう人は、ドミネでもいいかもしれないんですけれども、ドミネでナイフって結構、害悪扱いされることが多いので、あんまりおすすめはしません。で、自分の見解としては、フリーフォールですね。はい。まあ、自分がキルすれば30キルまでできるので、1試合で30キルなので、かなり進められます。はい。まあ、大体チリデスだと10キル前後なんですけれども、自分はやってみて20キル前後でしたね。はい。なので、20キル、まあ、仮に20キル毎回してるとしても10回行けば終わる計算です。なので、フリーフォール行っていればナイフは結構簡単に進みます。はい。で、ナイフ放り射まで出たらこの5つが解放されるんですけれども、バックスタバー、こちらは、敵を見つけたら、背中からザクッとやれば、はい、終わります。なので、使っていれば終わります。正面じゃないです、後ろからザクです。はい。なので、コンカッション、フラッシュバーン、スペシャリストの、ファイヤーブレイクの、ヒートウェーブなんかがおすすめです。はい。次バーンと、こちらは、まあ、なんかよくわかんないんですけれども、つまり、自分がダメージを負ってる状態で敵をキルをするということです。はい。なので、まあ、なんだろう、敵の懐にスライディングで潜り込んでキルをする。で、大抵敵も腰ダメとかで撃ってくるんで、ダメージ食らっているので、それでキルをすれば終わります。特に難しい迷彩チャレンジではないかなと思います。はい。で、リベンジ、まあ、リベンジなんで使っていれば終わります。5回で終わります。はい。で、ちょっとめんどくさいのがこちらの相手の武器を使って敵をキルなので、これがちょっとめんどくさいかなっていうところですね。フリーフォールでやってみてなんですけれども、まあ、つまりこれって、敵をナイフでキルします。で、その敵が落とした武器を拾って、で、落とした敵をその武器で殺すということなので、まあ、その敵をキルしない限りこれは進まないっていうことです。はい。なので、なんだろうな、これ拾って、なんだろう、相手をキルして武器を落としたからそれ拾って、近くにいた敵を倒しても、倒しました。でも、これは進まないので、まあ、拾った武器で、まあ、それで延々とキルしてれば、いずれその人にたどり着くかなっていう、落とした人をキルすればっていうところですね。はい。で、もう、でも、大抵フリーフォールだと、キルした、その近くで、その敵がリスしてくるので、あまり、マップの反対から反対まで行かないと敵がいないっていうことではない。まあ、そこまでですね。そこまで難しいかって言われればそうでもないんだけれども、他の迷彩にナイフの迷彩に比べたら、まあ、ちょっとめんどくさいかなっていう感じですね。はい。まあ死なずに5キルなので、まあ立ち回りで、なんとかっていうところですね。まあつまり建物の中にで角待ちっていうことですね。はい。はい。まあ以上が迷彩のあれなんですけれども、まあ基本そうだな、ちょっとパークの説明、まあざっとこんな感じに自分は使ってましたってとこですね、を、説明か参考までに参考になったらな程度で、ご説明していきたいと思います。先ほどのこのナイフからなんですけれども、基本的にこちらの5つをつけていました。まあ角待ちが主流になってくるので、ナイファーは、まあ、ゴーストとシックスセンスは必須かなと
で、ハードワイヤー、こっちXセンス対策とトラッカー対策で、あとマインとかですね、マインとか C4 とかに引っかからないように、ハードワイヤー必要かなと思って自分はつけています。で、敵に忍び寄るので、サイレンスとです、プラサプかなと思っています。こちらフラッシュなんですけれども、コンカッションでもいいかなと思います。ただコンカッションよりフラッシュの方が効き目が強いので、敵の動きを止めたい人がいればコンカッションで、まあまあでもどちらでもいいと思いますけどね。まあ、ただ自分はフラッシュ版おすすめです。コンカッションはなんかパッチ入ってあまり効果がなんか薄くなってしまっているのでフラッシュ版がおすすめかなと思っています。はい、まあそうだな、あんまり、まあ、パークハードコアに行く SMG と AR はこんな感じのパークですね。で、ブレッシーヘイメーカーはこんな感じです。こちらの2つに限ってはガンホー必須ですね。はい、で、LMG です。基本同じようなあれですね。あ、これガンホーいらないですね。T マスクかなと思ってます。はい、ドレイコンなんかガンホーついてますね。 T マスク、はい。で、ハンドガン、ハンドガンはこちらですね。で、ショットガンの KRM と、アーガスは、まあ、コアのゲームモードでいいので、まあ、特に、いらないかなと、アサシン系のものはいらないかなと思っています。ただ出会い頭の打ち合いが多いのでクイックと早技は必須かなと思っています。まあ、人によってはまあ、ラピッドファイヤーだったり、なんだろうな、まあ、ロングバレルだったりレーザーサイトだったりはつけてもいいと思うんですけれども、個人的に自分としてはクイックと早技2つつけた方がいいと思います。はい、で SR ですね。はい、でランチャー、まあ、これは自分のドミネ行くときの、おすすめのパークになっております。はいはいはい、以上です。まあ、ちょっと動画長くなってしまったんですけれども、自分ダークマター迷彩、出すときは、まあ、こんな感じに、ハードコアキルコンで、ポーリッシャーまで出したら、コアの自分が一番キルが稼げるゲームモードに行って、迷彩チャレンジをしておりました。まあ、参考までに、今頑張ってるよという人がいれば、まあ、参考までに、していただけたらなと思っております。はい、まあ、最近戦績コピーだとかっていろいろ出回って、いきなり、プレイステージプレマスの線だとか、ヒーローコスチュームだとか、ダークマター迷彩だとかっているんですけれども、自分はあんまりそういうの好きじゃないんで、やっぱり自分で出すことに意味があると思うので、はい、あんまりだってね、自分で頑張ってやるから意味があるんじゃないかなと思うので、まあ、皆さんもぜひ自分でダークマター迷彩出してみてください。結構かっこいいです。はい、ちゃっかり右側のセラフヒーロー迷彩、ヒーロー迷彩じゃない、ヒーローコスチュームなんですけれども、はい、まあ、なのでまあ、参考程度に、してみてください。絶対ではありません。絶対これがいいっていう、いいと言い切りはしません。参考程度にジルは、こんな感じでやりましたと。はい、動画が長くなってしまって申し訳ございません。まあ、大変だと思うんですけれども、頑張りましょう。はい、長くなって申し訳ないんですけれども、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。皆さん頑張ってください。